はい、今日はですね、NローのNログ、はい、こちらをね、検証していきたいと思います。はい、どうも山本明です、今回の動画ですね、NローのNログですね。はい、今ね撮ってますけど、今が、高画質で撮ってますので、まずね、高画質と、標準のね、まあ、違いなんかもね、まあ、見れたらなといったところで、今からね、それぞれ、まあ、撮っていきたいと思います。はい、でまずは今ね高画質ということで、まあ、まだね、私は編集前の状態で今撮っているので、どういったね、まあ、状況になっているのかわからないんですけど、はい。まあ、でも、いい感じでね、色は出てくれるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。で、まずね、私のこれまでの経験でいくと、Z9 の、ローではない、10ビットのね、Nログに関しては、ちょっとね、こういったね、ヘア取りだとか、肌のね、色が、まあ、出にくかったんですよね。まあ、そういったところも、まあ、実際ね、編集してみてどうなるかチェックしたいと思います。はい。で、あと、今ですね、撮ってる映像も、忍者5でね、まあ、撮ってるんですけど、まあ、こんな感じなんですが、で、このね、状態を見ていただきますと、まず、今回ね、Z9 のファームウェア 2.00 に、まあ、搭載された、ウェーブフォームの表示ですね、が表示されているかと思います。はい、でここで見るとですね、露出って問題ないと思うんですけど、普段ね、このヘア撮りのシーンでは ISO 感度だいたい125で撮ってるんですよ。はい、でも今ね800までね上がってますけど、このウェーブフォームをね、見る限りでいくと、この辺ね、このね、ウェーブフォームを見ていただきますと、全然ね飛んでないと思いますし、はい、まあ、なので800になったところでそんなにね、まあ、問題ないということになるかと思います。はい、まあ、多少ね、今ノイズ感はあるかとは思うんですけど、これはね編集ソフトでね、処理すればいい話になりますので、まあ、その辺はね、まあ、気にしなくてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、なのでこのね、Z9 のローの、Nログに関してはウェーブフォームのね幅が広がる感じなんですよ。まあ、だからこのね範囲にさえね入っていれば白飛び黒つぶれがね、まあそんなに出ないということになりますので、いくらでもね後から調整は可能になるよというふうに思います。はい、ではですね、まず、今高画質で撮ってましたけど、標準にね切り替えたいと思います。はい、こちらがですね、NローのNログの標準画質、はい、まあ、こちらでね撮っております。まあこれのね、高画質と標準の違いが、まあ、出るのかどうなのか、まあ、正直ね私はね出ないと思っているわけなんですよ。 Nロー、まあ、厳密に言うとティコローになるかな。まあそれでいくとおそらく必要な情報っていうのは絶対残してるはずなんですよね。はい、で特に不要なデータをこう削ぎ落としながら、まあ、高効率ローと呼ばれる感じで、まあ、圧縮しているのか、技術の部分は分からないんですけど、私が考えるに、標準であっても、そんなにね、大きく画質は変わらないんじゃないかなというふうに見ています。はい。まあ、実際ね、見比べていくと違うかもしれないんですけど、はい。こちらがね、標準画質になっております。はい。どうかな？はい。まあ、こっからですね、まあ、実際ね、今からダヴィンチリゾルブを使って、編集、まあ、色出しをしてみて、まあ、どうなってくるかで、肌の色はしっかり出るのかどうなのか、からぐれの、ね、技術に伴ってくる部分もあるかとは思うんですが、まあ、そもそもね10ビットの N ログはいくら触っても全然自分が思うようにね、肌の色を出せなかったので、まあ、そういったところを考えると、まあ、今回の N ローの N ログ、はい、これを使った色出しの方が、まあ、どうなるかっていったところをチェックね、していきたいと思います。はい。
ではね、今から編集画面に入りますので、一旦ね、この撮影は終了したいと思います。はい、それではですね、ダヴィンチレゾルブの編集画面を見ていきたいと思います。はい、まずはですね、設定の方を見ていきたいと思います。で、今回はですね、一応 8K で編集するということで、まあ、ここね、8K にしております。はい、で、まあ、ただですね、編集するときはここね、一応 4K で一旦して、タイムラインね、動きが良くするためにそうしています。はい、で、あと、変えてる部分でいくと、今回は、8K ね、30p で撮ってますので、29.97 フレームということになっています。で、あとは、まあ、この辺ね、まあ、あんまり関係ないので、特に問題ないかと思います。はい、で、続いてですね、カラーマネジメントというところがあるんですけど、ここね、大事なポイントがね、出てきましたので、ここね、やってほしいんですけど、ちょっとね、私もいろいろと編集してみて思ったのが、ダヴィンチのね、プレビュー画面と、実際ね、書き上げた色がね、まあ、違うということで、ここのね、タイムラインカラースペースの、このね、プルダウンを、REC 709A にしてください。これにね、しないとですね、タイムラインのね、色味とですね、書き上げた色味が変わってしまいますので、これがね、Mac の色味に最適化されたものになるかとは思うんですけど、はい、こっちにした方がいいですね。デフォルトが確かこれだったはずなんですよ。REC 709のシーンっていうかな、はい、になっているかと思うんですけど、これね、Mac の場合は A にしないと色がね、多分合わないと思います。はい、ということで、ここね、必ず行ってみてください。はい、で、続いて、ローの部分ですね。はい、で、今回ね、私のやり方としては、ここ特に触ってないです。いろいろとね、やり方がありますので、まあ、今回は、私のやり方としては触らない。で、もう一つね、別のやり方もお伝えさせていただきますので、ちょっとね、そちらも、注目ください。ということで、一旦これで保存します。はい。で、あとは、まあ、好きなね、素材を、まあ、放り込んでいって、カット編集ね、していって、まあ、必要に応じて、まあ、エフェクトだとか、タイトルだとか、まあ、入れていただいてという形になります。まあ、そのあたりね、まあ、今回やらないので、まあ、一つだけね、やっていただきたいのが、まあ、いろいろこれもね、方法があるんですけど、今回は、私のね、このヘア撮りのシーンを、まあ、撮っているだけの、動画になりますので、基本的に色味は同じになります。はい。で、このね、調整クリップっていうものを使って全体の色をね、合わせるようにしています。はい。で、これっていうのが、はい。このね、調整クリップというものをね、使うとですね、その、色をね、変えたい部分がね、全部反映されますので、まあ、色だけに限らず、まあ、エフェクトだとか、あとは、まあ、クロップしたりとかですね、カット編集した別々のファイル全てにですね、当てるだけで、反映されますので、まあ、こういうやり方もあります。今回のね、まあ、目的としては、このね、調整クリップを使って、色味をね、もう全て、反映させるようにしています。で、このね、調整クリップを入れた状態にしておけば、ここね、カラーのところで、調整クリップと、まあ、出てきますので、まあ、これをね、一つ作っておけば、まあ、他の、ファイルになっている動画にも反映することができるよということになりますね。はい。ではですね、まあ、ここからはですね、まあ、私なりの、まあ、カラコレ、カラグレの部分をやっていきたいと思います。で、まあ、あまりね、複雑なことは、正直私はね、したくないので、まあ、できるだけ自分が思うような、まあ、色に、まあ、なるようにやっていけたらなというふうに思っています。まあ、なので、もう本当ね、この濃度をもう10いくつね、やる方もおられるんですけど、まあ、私の場合は、まあ、シンプルにね、やっていきたいなというふうに考えています。はい。で、まずね、この濃度、まあ、それぞれ、役割を、作ってはいるんですけど、まずね、この一番最初にやっていることっていうのが、ノイズリダクションの部分ですね。はい。で、ノイズリダクションは、ここね、はい、出てくるんですけど、私がやっているのは、このね、フレーム数3にしたりだとか、
動き推定が、まあ、速度優先にしたりだとか、まあ、動きの範囲が中、まあ、この辺触っていたりとか、あと空間的ノイズ除去っていうものを、速度優先で最大にしてます。でここら辺ね、結局、ノイズリダクションを強くすれば強くするほど、まあ、時間かかるんですよ。で結局私が書き上げ早くなったっていうのは、まあ、ここが一番のね、原因かと思います。はい。でこれも実際一旦書き出してみて、強く書けなければ本当に早く書き出しは終わるかと思います。でもう書けまくるともう本当に普通に 4,5 時間ね、まあ、かかるようになっていきますので、まあ、そこら辺はね一旦、数十分かかる書き出しを、まあ、行ってみて、ノイズの具合を見てみて強さをね、チェックしてみてください。はい。でまあ私が今回見た限りでは、まあ、この設定で別に十分だったと思いますし、はい、まあ、強くしたかったらね、この辺をコントロールしてみてください。はい。まあ、まずは、ノイズリダクションの部分を、まあ、入れているよというところですね。はい。で、続いて、こちらですね。で、今度、ここの部分っていうのが、ニコン純正の、ラットを入れています。で、ニコン純正のラットはね、ニコンからダウンロードしていただいて、使うようにしてください。はい。で、ラットが、まあ、私もね、いろいろと入れているんですけど、ニコン 3D ラットというところで、まあ、これまで私がこう使ってきたカメラの 3D ラット、ニコン純正の 3D ラットを入れています。はい。で、まあ、このね、Z9 用の 3D ラットをここにね、当てているよということになっています。ニコン純正のね、3D ラットを当てるとですね、ちょっとね、濃いんですよね。ちょっとね、濃度が強すぎるんで、このね、起出力のところで、70% にしています。はい、これね、ガンガン、もともとの、まあ、100% だとね、ちょっと濃すぎるんですよね。はい。まあ、こんな感じの、まあ、色味なんですよ。はい。まあ、なんですが、あまりね、濃くしない方が、後からね、調節しやすいので、ここで、まあ、私はね、70%、0.7 にしていますね。はい。になります。ここで 70% にしてください。まあ、それだけの作業をしているよということですね。で続いて、まあ、このね、色味に対して多少ね、調節したいなといったところで、カラーの調節を行っています。はい。で、カラーの調整の部分は、まあ、私はね、まあ、基本的にはこのカラーホイールを使って、基本的に色の調節を行っています。で、合わせて、こっちもね、うん、まあね、基本的にパレートでいいとは思いますけど、はい、まあ、パレートをね、まあ、見ながら露出を合わせていきます。あとは好きな色味にやっていくよという感じですね。で、まあ、ここでやっているところでいくと、まあ、特にこの辺は触ってなくて、触っているところがまずね、ハイライト、結構ね、ここの肌の、光、のところですね。が強すぎる感じがあったので、ハイライトを抑えているよというところですね。はい。で、あと、まあ、それぞれ、このね、ディフトをマイナス 0.02 にしていたりとか、ガンマもね、ちょっとこう、キュッと色をね、引き締めるために、マイナス 0.1 にしてますし、で、ゲインが、こっちでね、まあ、下げてる分、暗くなりますので、これもね、ちょっと 1.17 まで、明るくしている状態になっています。はい。まあ、そんな形で、ここのね、部分ではカラコレをしています。はい。で、続いて、今度ね、こちらですね、ホワイトバランス。はい。あんまりね、変化ないとは思うんですけど、ちょっと触っているところが、はい、ここですね。この色温度の部分を、まあ、マイナス300に、しています。で、これは、まあ、ちょっとね、青い感じにしたかったっていうところもありますので、結構ここら辺は赤いんですけど、はい。このね、背景を多少なりともね、寒色寄りにしたいというところで、ここで触っています。まあ、もうここだけですね。はい。で、続いて今度ね、こちら、スキンになるんですけど、で、これもね、そんなに変化ないんですけど、これ見ていただくと多少ね、
白くなっているかと思います。でここでやったのが、はい、このね、スポイトを使って、色ね、肌の色だけにして、はい、まあ、ここだけね、調節するようにしています。はい、でここで触った部分でいくと、これだね、これの、サイドをねちょっと下げてる感じなだけかな。はい、ちょっと、まあ、色が濃いめに映っていたので、まあ、若干ね濃いオレンジではなくって、まあ、肌の色にね、まあ、できるだけ近づけるために少しだけ触ってます。はい、まあ、それぐらいですね。まああんまりしなくてもいいのかなとは思いますけどね。はい、まあかっこつけでやりました。はい、で、まあ、これはちょっとこれでいいとして、で最後、まあ、最終のね調整ということで、若干色変わってるかと思いますけど、ここでね、まあとりあえずすべて段階をまあ終えた上で、まあ、最後にねもうちょっと、まあ、変えたいなといったところがあるので、まあ、ここでねこの辺の、暗い部分をちょっと青寄りにしています。はい、ここね、赤がマイナス 0.2、まあ、青にね、0.0 にいってるよというところぐらいで終えたかな。そうですね、はい、まあそんな形でね、今回の色を作りました。はい、まあ最初にね見ていただいた色味が、まあ、こういう形になります。はい、で次はですね、ガイプロモーションの照山明さんがねやっていた、まあ、やり方になるんですけど、でまあ私はですねファイナルカットユーザーだったので、ファイナルカットでまあ同じようなことをね、まあしていた経験があるんですけど、まあ今度は、このね、ニコンローを使ってですね、まあ N ローを使ってですね、パナソニックの、Vlog にして、ラットを当てるっていうね、まあやり方になるんですけど、はい。ちょっとね、それが、まあすごく面白くって、完全に照山さんのね、まあパクリになるんですが、まあ実際それも、まあ見ていただきたいなっていう部分と、私の動画を見つつ、照山さんがね、いろんなダヴィンチリゾルブの、動画をアップしていますので、そっちをね、まあ見ていただきたいんですが。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。はい、で、まずね、私なりのね、感想の方をお伝えさせていただきますと、で、やっぱりですね、N ローの、N ログの、高画質、標準、はい、これね、正直差は分かんないです。気分的なところでいくとやっぱり高画質で撮りたいなっていう思いはあるんですけど、でその分ファイルサイズね、まあ、大きくなりますし、扱いとしては標準でいいんじゃないかなという、まあ私の判断かな。はい、そんなにこう横並びでね、まあ、比べてみても、まあ差を感じる感じはね、まあ、なかったので、まあ、それよりもちゃんとねノイズの処理だとかしっかりする方がよりね綺麗になるんじゃないかなというふうに思いました。はい、であとね、まあ、8K の部分でいくと、 8K はねやっぱりその解像度も含めてもう最高なので、まあそれでいけば 8K で撮ることはいいとは思うんですけど、まあやっぱりね運用面とか、まあ現実レベルのところでね、まあ、考えていくと、まあ、最終的にはね、まあ、4K で撮る方がまあいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、今ね、4K で撮ってますけど、4K のね、4.1K のね、N ローの、N ログで、はい、撮ってますけど、まあ、それでも、多分、普通に、パソコンの画面だとか、スマホで見る限りは十分だと思います。はい。まあ、ただ、私はね、やってみたいだけぐらいな感じなんですけど、はい、まあ、そんな感じかな。まあ、とりあえず高画質と標準の差は、まあ、ほとんど私は感じてないよということですね。はい、でダヴィンチリゾルブを、ね、まあ、使った、まあ、カラコレカラグレの部分ですねは、まあ、やっぱり、いろんなやり方があって、その何が正解かっていうのがね、まあ、分かんないんですよね。まあ、だからこそ難しいんですけど、でも自分の好きな色に、まあ、するってなると、まあやっぱりログの方が、まあ、楽しいかもしれないんですけど、でも、まあ、このあとね、SDR の検証もしてみたいと思いますけど、 SDR に私は落ち着くかもしれないですね、やっぱり。はい、まあ、ちょっとこのね、Nログを使ってみて
でその後に SDR を使ってみて、まあ、どういう感じになるのかで、やっぱりログをね使う、まあメリットで考えた時に一つはニコンローを使って照山さんがね、まあ、やっていた形で他社さんのね、まあ、ラットが使えるようになったりとかこう変換することでいろんな要はルックに変えられることができるっていうところは、まあ、メリットかなというふうに思います。はい、まあ、これに関してもですね結局 SDR で撮ってたらそれもできるかと思いますので、まあSDR で撮っておけば何とでもなるような気がします。まあ、だから N ログで撮るメリットとしては輝度とか、まあ、露出の部分の範囲がギュッとしている分白飛び黒つぶれが、まあ、しない感じかなというところですかね。はい、まあ、それは、まあ、すごくメリットだとは思いますけど、いろいろとね、まあ、綺麗に撮ることが目的であれば、まあ、SDR でいいんじゃないかなとは思いつつっていう感じですかね。はい、であと、いろんなねその、カラーの編集だとか、まあ、やってきましたけど、まあ、ここはねもう自分でそのやり方をもう作り出していくしかないかなというところで、私もね散々いろんな、皆さんの、ね、動画を見させてねいただいて、まあ、学んでいってはいるんですけど、まあ、やっぱり必要なところでいくと、まあ、まずね軸を持って、ベースをね作るっていうところですよね。で、まあ、私が考えているところでいくと、まあ、やっぱり、最低条件、歪み補正が絶対いるっていう部分と、あとノイズが気になるんだったらノイズリダクションが必要だよという部分ですね。で、あとは、まあ、どんな色にするかっていったところで、やり方がね、まあ、変わってくるかとは思うんですが、まあ、そういう形で、やってみてください。まあ、よりこう色のね調整をしていきたいっていうことであれば、まあ、ログに変換することがまあいいのかなというふうにも思うんですけど、ニコンのカラーをそのままね、まあ、出していくっていうことであれば、まあ、SDR がおすすめかなといったところです。まあ、ざっとそんなところかな。あとはいろいろと照山さんのね動画を見ていると、ニコンローのままでもかなりね、サクサクに編集することができることがね、まあ、分かってきましたので、まあ、これまで私のやり方でいくと単純に解像度 4K からフル HD に落としてタイムラインをね、まあ、サクサクするようなやり方をやっていたんですけど、まあ、それよりもローのところでクォーターにね画質を落とした状態でやる方がサクサクね、まあ、動く形になってましたので、ちょっとそこはね、まあ、まとめて、また別の動画でアップしたいと思いますけど、なんかねいろいろ方法がありすぎて私もわけわからなくなってきてはいるんですけど、まあ最適な方法を、まあ、私もね、なんとなく見つけていった感じもあるんで、まあ、本当にね、まあ、この部分は、ガイプロモーションの照山さんのね、動画をきっかけにすごくね私も学びになりましたので、ぜひですね、ガイプロモーションさんの動画でね、ダヴィンチリゾルブをね、まあ、学んでみてください。まあ、ざっとそんなところかな。まあ、とても、なかなか大変でしたけど、いろんな学びもあって、まあ、どうやって使っていくかっていうのもね、だいぶ見えてきましたので、まあ、引き続きね、検証を進めていきながら、まあ、自分のね、スタイルを、まあ、作っていきたいなというふうに思っています。はい、ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回以降の動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよならー。